一番太い部分は何かって考えたら、経済的に皆さんを不安にさせないってことなんですよ。初めてこういう場にさせてもらって、こういうこと言うのもあれなんですけど、僕はあの山本さんの発言の中でちょっとどうし、あの許せんって言ったらちょっと批判するみたいであれなんですけど、考えてほしいなって思う言葉があって、あの死にたくなる世の中を変えたいっていう言葉、これはやっぱりその今おっしゃったように、まあ、国で変えることも当然あると思うんですけど、そうじゃない、僕もそうですけど、個人が抱える問題を抱える人たちもいて、でやっぱりそのそれでまあ苦しんでる人たちも自分以外にもいると思うんで、やっぱりいろいろまあそうやってあのそういう人たちに寄り添おうと しているのはすごい感じるんで、こういうこと言うのは本当に申し訳ないんですけど、まあ国政でに参加されてる方がそういうこと言われるのはちょっと、まあ、あの悲しいなってちょっと思います。すいません、以上です。ありがとうございます。あの全然問題ないですからね、こういうこと言ったら失礼だとかっていうことは一切考えずに、もう心のままに言葉にしていただきたい、発言していただきたいっていう体です。で、令和新選組というものを考えたときに、自分たちがどんな社会にしたいかって言ったら、まず死にたくなるような世の中を変えたいってことを言ってたわけです。で、それはどうしてかっていうと、やっぱり10代、20代、30代って言われる非常に若い人たちが死ぬ原因の1位が自死なんですよね。自分で命絶っちゃうんですよ。要はそれぐらいの若い人たちがやっぱり将来の展望っていうものがやっぱり持てないっていうのはやっぱりこれ絶望ですよね。そこから命を絶ってしまうと。で、人によってその命を絶つ理由は違うでしょう。で、過去にも、日本は年間で3万人以上の自死者がいたっていう社会なんですよ。で、先ほど言った人それぞれその死にたくなる気持ちっていうのは理由が違うとは思うんだけれども、過去のそういった数字推移ってものを見るときには、やっぱり景気が落ち込むたびに追い込まれる、命を絶ってしまう人っていうのはやっぱり増えるんですね。で、コロナの時もそうでした。コロナの時に一番やっぱりその自死という数が増えたのはやっぱり女性だったんですよね。女性の数がこんだけ圧倒的に増えたっていうのは、過去に、なかったっていうぐらい増えちゃったっていう。なので、少なくとも国がやれることとして一番太い部分は何かって考えたら、経済的に皆さんを不安にさせないってことなんですよ。で、どんな状況になったとしても人間の尊厳失わないような生活が送れるっていうような、例えばセーフティーネットだったりとかっていうもので支えなきゃダメなんです。それが基本。生きる希望を失うという、きっかけっていうのはいろいろあるとは思うんだけれども、経済的な部分というのはかなり大きい、私の中で思ってます。じゃあ国としてできることは何かって言ったら、国が経済政策をいろいろ打ったりもできるわけだから、それによって経済というものによって、命を絶つということを防げることはあるよなって。死にたくなるような世の中ということのまず最初としてそこを担保したいっていう思いですね。で、今マイク取ってくださった方、これはもうプライベートなことなので、ご発言されるかどうかっていうのはもうご自身にお任せしたいと思いますけれど、ご自身が、なんだろうな、この世から消えてなくなりたいとかっていうことを思ったことがあるっていうのは、例えばどんなきっかけがあったかってことをお聞きしてもいいですか。いわゆるごめんなさい、こういう言葉使う、まあ、もうメジャーになってると思いますけど、いわゆる発達障害と呼ばれるような、まあ、自分はそういう側の人間だと思ってて、やっぱ人とうまく関われないというか、どうしてもやっぱりその、まあ、学校に行けば、まあ、バイキンにならなきゃいけなかったりとか、職場に行っても無能すぎて下げられたりとかっていうことがあって、どうしても人との関わりですごい困難さを感じることが多いなということを思って、やっぱり一人ではやっぱり人は幸せになれないんだなっていうのをすごい感じてます。ありがとうございます。今言われたご自身の持たれている障害という部分で、やっぱり疎外感みたいなものを持つわけですよね。で、それによって自分がやっぱり一人であるとか孤独を感じたりとかしながら、で、自分の中にもやっぱり人と関わりたいという気持ちが
自分の特性みたいなことでうまくいかないとかっていうこと。でもさっき経済的な話で大きくあのなんだろうな絶望というものを減らせるということを言いましたけども、今お話になさっていることっていうのは、私は国によって例えば制度だったりルールだったりいろんなもので変えていけると思うんです。要は自分と違うものという存在に関しては人はやっぱり恐怖を感じるわけですね。でそういうものをやっぱりこう除外したくなるというか、やっぱりこう警戒するわけですよね。でどうしてそのような状況になるかって言ったら、今まで会ったことがないとか交流したことがないタイプの人だったりとかってことに警戒するわけだから、それってもっと昔からちっちゃい頃からそういう壁がない年頃の頃からどんな障害を持つ人たちとも交流をしていくような社会にしていけば、おそらく今の生きづらさみたいなものは私は変えていけると思うんです。それこそ死にたくなる社会を変えていくためには政治を変えるしかないという話になっていくと思うんですね。防災用の水と食料など防災用品一式をただで全ての住民に配ってください。巨大地震は今日今起きるかもしれません。そうなったら大金持ちも貧しい人も困るのは一緒です。多くの人がまだ自前で防災用品一式を備えていません。防災用品一式をただで全ての住民に配る、これは立派な公共事業です。方々の中小企業に防災用品の生産と流通を公共事業として発注してください。防災用品は余るだけ生産してください。そうしないといざというとき全員に行き当たりません。そのための法案を出してください。必ず通せます。もし反対する者がいたら、じゃあ住民の命はどうでもいいのかと詰め寄ります。今の令和に必要なのは実際に法案を可決成立させたという実績です。1回で通せなくても何度でも何回でも法案を出してください。お願いします、お願いします。ありがとうございます。そもそも法案提出ができる人数というのは決まってるんですね。で私たちはそれ人数いないんですよ。だから法案提出する以前の問題なんです。なので出したくないわけじゃないですよ。非常に何だろうな、どの家にもというか、どなたも持ってる防災グッズっていうものがあれば本当はいいですよね。で備蓄っていうことに関してもこれは何だろうな、しっかりとみんなが持っとけるっていう状態を行政が担保するっていうのは非常に重要なことだというふうに思います。はい。で一方で私たちはそれが、法案提出っていうことになるとやっぱり人数がいないってことなんですね。しかも今言われてることになると予算を伴うっていう法案提出になるともっと人数増えちゃうんですよ。なので今言われたことに関してはやり方はいろいろあると思います。例えばだけれどもそういう目的で、お金を出すってこともできると思うんです。物として渡すだけじゃなくてお金として渡すということもできると思うので、どういうやり方でそれを、求めていくかということも、なんだろうな、一つに絞るということではなくて、いろんなお金で出すのか物で出すのかということにも分かれていくと思うし、まずは私たちが人数を増やすということも重要だけれども、そういう提案は非常に意味があることだろうなというふうに思います。どうしたらいいかな。やっぱりね、質問時間が短いからね、自分自身がね、私たち令和が質問時間が短いから、今一番困ってるところに対して光を当てる求めるっていう質疑で結構時間がなくなっちゃうんですよ。だからこれからに対しても言いたいことはいっぱいあるんです。今あなたが言われたようなアイデアも非常にいいものだと思うし、けれどもその時間がなかなかないっていうところがなんか厳しいところだなというふうに思います。でも災害特別委員会とかで私たちは席を持ってるので、そういうところでちょっと時間が担保された時とかには提案してみたいというふうに思います。ありがとうございます。